はい、モコフィットネスです。ですね、今日は珍しく機材紹介、一つだけの機材紹介なんですが、ちょっと使用してて、あ、これいいなって、もう2週間ぐらい使ってるんですが、安くてで見た目も変わって、ちょっとモチベーションアップ、そしてちょっとしたアドバンテージになる機材なので紹介したいと思います。はい、ですね、じゃあその機材をご紹介します。はい、これがちょっと最近おすすめの機材です。オーションというメーカーから出ている、グリップシートですね。はい、でこれが意外におすすめなんです。あの2週間ぐらい使ったのでちょっと紹介しようと思って、でまずここですね、シフトの手前側ですね。はい、この手前側と、今先ほど映っていたこのブレーキの方、はい、でまず手触りの感じはキュッと、なんだろう、スウェード調でもないし、すごく引っかかりがあって間違いなく滑らないです。で僕は DI2 なんですが、むしろ機械式の方の方が効果は高いと思います。よくこの手前側こう滑っちゃう時ありますよね。操作ミスが、まあ1時間のうち、そういうミスがするのはまあ 1,2 回なんだろうけど、まあそれは確実になくなると思います。それほどギュッと、グリップするので、まあ値段の割には、効果がなかなかいいと思います。であと、まあ見ての通りかっこいいんですよね。これ大事です。で今も言ったんですが、かっこよくなることっていうのはすごく大切です。僕っていつもトレーニング、食事とかなんかもうこうストイックな方向の話ばっかりなんですが、もうお気づきになってる方はいると思うんですが、僕は非常に見た目にも、こだわりがあります。っていうのはやっぱりフレームとかもそうですし、靴、あとサイクルジャージ、サイクルヘルメット、サングラス、見た目ってものすごく大切ですよね。やっぱりかっこいい、自分の気に入った、もうバチッと決まったので、やっぱりトレーニングするとなんかこうモチベーション上がりますよね。機材ってやっぱりそこら辺が楽しくて、トレーニングのマンネリ化を防止するっていう意味ではものすごい、役に立つと思います。でそういった意味で今のオーションのグリップシート、見た目もやっぱりちょっとかっこよくなるし、でさらに機能性も珍しく僕がいいなって思って使ってます。多分これは使い続けたいと思います。はい、意外におすすめの商品でした。でこれからもこうやって時間がない時に、ちょこっとした機材紹介、しようかなと思って、やっていきますので、僕のトレ動画にもし何か興味あるものが映っていたら、どんな使用感ですかとか、ご質問受ければ軽く、こんな短い動画ですが、軽くレビューします。はい、でそれじゃあ今日は、すごい簡単な動画ですが、ここら辺で終わりにしたいと思います。でまあちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。はい、それじゃあまた。